どうも、ヒロハスです。今回のテーマはこちら。初心者向け Unity アセットストア入門。ということで、こちら、Unity 使ってる方にはおなじみの Unity アセットストアですね。おすすめのアセット紹介とかね、いろいろ動画出してるんですが、このアセットストアの基本的な使い方というのを一度も解説していなかったので、今回ですね、Unity インストールしたてという初心者の方でもわかるように、このアセットストアの基本的な使い方を解説していきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。まずはですね、Unity のアセットストアなんですが、ログインしないと使えないんですね。一番右上にあるんですが、これを押すとですね、この Unity ID っていうのが出てですね、ここで、ね、ログインとかするわけですね。まあ、Unity インストールしたことある人だったら、まあ、全員 ID は持ってると思うんで、まあ、ログインですね。まあ、もし持ってないとか、まだ Unity インストールしてないという方はですね、Unity のアカウント作成ということで、アカウント作成していたという感じですね。で、ログインできましたよという方はですね、もうダウンロードができるようになっているという感じですね。で、このアセットの検索方法なんですが、まあこの一番上のね、アセットの検索ところに自分が欲しい素材、例えば 2D の UI が欲しいよとか、3D のキャラモデルが欲しいよという感じだったらですね、ここに検索すればいいんですが、基本的に検索は英語でした方がいいと思います。日本語で出てくるアセットもあるんですけど、基本はね、英語でしか対応してないと思っていただいて問題ないかと思います。まああとは、こういうカテゴリーから選ぶ方法ですね。3D でアニメーションとかキャラクターと 2D、これもキャラクターとかありますね。で、アドオンっていうのはこう、Unity 自体を強化するやつですね。で、オーディオ、効果音とか音楽とかですね。で、この分散化っていうのがあるんです。いつの間にか入ってて、ちょっと初めて見たんですが、ゲーム向け分散型テクノロジーです。あの NFT とか、あのあたりのアセットですね。メタマスクとかね、聞いたことあるかなと思うんですけど。まあそういう NFT、あのあたりのアセットが分散型ですね。次は Unity 公式アセット。これは本当にその通り Unity 公式のアセットですね。チュートリアルとかもこの辺でダウンロードするという感じですね。で、テンプレート。いろんなジャンルのゲームのテンプレートが置かれている。これで FPS とかね、RPG とか、2D プラットフォーマーとかで検索すると、そのテンプレートが手に入る感じですね。で、ツール。ちょっとね、くくりが大きすぎるんで、めちゃくちゃいろんなものが入ってるんですけど、まあ、物理エンジンだったりとか、AI だったり。テンプレートは、そのゲームの、各ジャンルのゲームの、まあ、1個分のテンプレートって感じなんですけど、ツールは、それの1機能を1個ずつ買うみたいな感じですね。そして、ビジュアルエフェクト。これはエフェクトですね。パーティクルだったり、シェーダーもあるんで、モデルに対して行うのもある。という感じで、まあ、この各カテゴリーから選んでも OK。という感じですね。で、例えばですね、音楽が欲しい、BGM が欲しいなってなったら、このオーディオから音楽選んで、まあするとこんな感じでね、音楽のアセットが大量に出てくると、ものすごい数で、227ページあるということで、大量にあるんでね、まあ必ずどこかに自分の求める音楽があるんじゃないかと思います。で、これで探すときに、有料無料あるんですよね。まあ、各アセットにね、値段が書かれてる。で、セールになってるやつとかはね、赤くなってたりするんですけど、これで無料の素材が欲しいという場合はですね、この価格ですね、開くとですね、無料アセットってチェックボックスあるんで、ここにチェックを入れると、フリーってでかく書かれてるやつがいっぱい出てくると思うんですけど、これ全部無料の BGM ということで、無料だけでも、ね、21ページあるので、まあ概要を見て、動画とかになってるんで、ね、で、再生してみて、こんな感じで確認して、気に入ったらダウンロードということで、ダウンロードする場合なんですが、こちらですね、このマイアセットに追加するというこの青いボタンですね。これを押すと。ですると、まあ、規約出てくるんで、確認していただいて、同意すると。すると、マイアセットに追加されました。出るんで、これで購入は完了ですね。で、有料の場合はですね、別で、カートに入れるっていうのが出る。カートに入れると、カートに追加されるんで、チェックアウト。まあ、すると購入画面になるんで、こちらのね、購入者の情報を入れていただいて、規約にチェック入れて、で、クレジットカード登録して購入ですね。次にアセットのインポート方法ですね。ウィンドウのパッケージマネージャー選んでいただいて、で、パッケージマネージャーのマイアセットですね。で、どうも、ここに自分が購入したりとか、無料のアセットも、そのマイアセットに追加ボタンを押したやつは、ここにずらっと出てくるわけですね。で、これ僕みたいにこう、めちゃくちゃ買ってる人はですね、これ197とかあるんですけど、これね、探すの大変なんで、そういう時に便利なのは、この右上の端にある検索窓ですね。ここで買ったやつ検索するのが一番早いかなと思います。じゃあ、さっきマイアセットに追加した BGM、ちょっと探してみましょう。名前が 8bit music っていう感じだったんで、8bit と入力するとですね、まあその文字が入ってるアセットが出てくると。これで探しやすくなりましたね。で、さっきのがこれですね。ビットミュージックこのアセットなので、これ最初はねダウンロードするんですね。ダウンロードってボタンがこのパッケージマネージャーの右下ですね、右下の端っこにダウンロードっていうのがある。こういったダウンロードを押します、まあ、するとこんな感じでダウンロードが始まるんで、で終わったらこれがやっとダウンロードできたということなんで、ただこれではまだねインポートできてないんです。プロジェクトにはまだ入ってない。最後もう一回ですね、ここにインポートっていうボタンが生まれてるんで、このインポートボタンを押します。するとですね、こんな感じでこのファイル追加するよっていうウィンドウが出るんで、まあ、確認して問題なければ
ところですね。インポートを押すと。すると、こんな感じでインポートが始まると。で、インポートが終わったら、パッケージマネージャーもいらないので、消して。で、プロジェクトビューですね。ここに追加されてますね。試しに再生してみましょう。こんな感じで出ますね。こんな感じでやることはもうとても簡単ですね。アセットストア開いたらログインして、検索かカテゴリーでアセットを探す。で、いいのあったら有料のはカートに入れ購入すると。無料のやつは価格の無料アセットにチェックすると無料のやつだけになるんで、欲しいやつをマイアセットに追加すれば OK。マイアセットに追加したら、そのインポートしたい AD のプロジェクトを起動して、ウィンドウのパッケージマネージャーで購入したやつ検索してダウンロードとインポート。これで使えるようになると。いうことですね。ほんと大量に素材ありますし、無料のやつでもね、たくさんあるので、ゲームってね、全部自分で作るとむちゃくちゃ大変なので、こうね、よくある画像とか、よくある 3D モデルとか、そういうのはね、アセットストアで無料でダウンロードできることが多いので、アセットストアどんどん活用していただいて、気軽に素早くゲーム開発していきましょう。ということで今回は初心者の方向けにアセットストアの基本的な使い方を解説しました。参考になったという方はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、Instagram、TikTok もやってるのでぜひフォローよろしくお願いします。長らく待った RPG メーカーユナイトですね。ついに発売日が決まったということで、で、アセットストアでの販売になるんですね。Steam 版も出ると思うんですけど、で、RPG メーカー目的で Unity 始めるっていう人もいそうなので、そういう人がね、インポートすらできないっていうことを防ごうということで、今回アセットストアの基本的な使い方を解説しました。また、RPG メーカー限らずですね、便利なアセットを見つけたら、ね、紹介動画どんどん作っていこうと思ってます。統計によるとですね、Unity 使ってゲーム作ってる人のほとんどと言ってもいいぐらい、まあ、過半数以上の人がですね、このアセットストアのアセットを使って何かしら一つは使うということだったので、もう全然この素材を使うっていうのは恥ずかしいことでも悪いことでも何でもない、みんな当たり前のようにやってることなので、気にせずどんどんね、いいアセットを使っていただいて、ゲーム開発加速していただければと思います。